こんにちは、速稼塾の久保です。東京五輪って結局できるんですかね。菅総理はじめ、主催される立場の方はね、断行するようですけども、やらされる方はたまらないですよね。そして、オリンピックに興味がない私たちも巻き込まれてしまうっていうのは、なんか解せないなって気がするんですよ。もちろんね、アスリートさんたちが頑張る場所っていうのはこのままね、守っていただきたいと思いますけども、ただこのね、混迷の中、ごまかし会見が繰り返される中で断行するのは、選手の皆さんたちにもやりきれない思いを残すんではないかなと思いますし、すでに日本に選手として来ることを断念した国もあるというふうに聞いてますけども、そうなると本当に公平で公正なオリンピックのその趣旨とかけ離れたものになるんじゃないかなと思うんですよ。来れる方だけ来てねとかね、そんな形になるのかなと思いますよね。ですんでね、今回の感染症の問題が収まるのはなかなかわからないんですけども、それを第一にやってですね、収まったらいろいろとやればいいと思うんですよ。なんかね、その国によっても対応が様々、まちまちで、被害のその程度もね、だいぶ違うわけですよね。その中で東京に集まって、日本に集まってね、何か一つのオリンピックの祭典を何コロナに打ち勝った証、打ち勝った国はあるのかもしれませんけども、日本に関しましては大敗北で10戦10敗というところじゃないですかね。でそのことについて、PCR 検査キットを販売していた楽天の三木谷社長もなんか言われてますんで、ちょっとねそちらの方記事読んでみましょうか。どうぞ。で五輪断行は自殺行為ということで CNN で、語られたということです。楽天グループの三木谷社長なんですけども、14日に公開された米 CNN のテレビ系のインタビューで、東京五輪の開催を正直に言って自殺行為のようだと話し、新型コロナウイルスの流行が加速する中で断行することに強い反対を表明したということでございます。確かにね、かなり派手に勢いを増してますよ。緊急事態宣言の対象地区も増えてるわけですからね。で政府の対策が行われていてもこういうふうに広がってるわけですから、これから時間を追うごとにもっともっとひどくなるのかなと思いますし、感染の程度ではなく5月31日という日付でですね、切ってしまうというところがまた意図的なものを感じますよね。通常でしたらステージ2もしくは1になるまで、オリンピックの開催は基本的にできないというふうなことを表明してね、で感染を抑えるために、ステージ4からステージ3、ステージ2に下げていくために国民にお願いをするっていうのだと筋も通ってると思いますし、何のために何をするのかってことをね、国民一人一人が理解できると思うんですよ。それこそ一致団結してって言葉を使うんだったら、一致団結してステージ2を目指しましょうならいいんですけどもね。リスクが多すぎるとも書いてましたね。確かにそうですよね。で、記者から日本政府が開催をキャンセルできるかについて聞かれると、現時点で全てが可能だと指摘、その上で政府に中止を求めているが、これまでのところ成功していないと語ったそうですね。そしてですね、ソフトバンクグループの孫社長なんですけども、CNBC でとても恐ろしいと述べていて、やっぱり東京オリンピックの開催に懸念を示しているということで、楽天にしてもソフトバンクにしてもオリンピックに協賛している企業なんですかね。協賛しているとしたらかなりはっきりとした物言いで気持ちがいいなと思いますけども、いかがなもんですかね。はい、というところで東京オリンピックにつきましてはまだまだね、不安が尽きないところがあります。そして菅政権のこの横暴ぶりね、やってられないですね。山本太郎さんや小川淳也さんみたいに一問一答全て回答ということではなくって、何を聞いてもね、結局は菅総理っていうのは、なんて言いますかね、どちらにせよっていう言葉を使ってね、その後ずっと一緒でしょ。どちらにせよ感染拡大を抑え、安全で安心なとか、なんか下りは同じですよね。もうね、菅さんじゃなくてもこれ言えるんじゃないかなと思いますよね。総理としての仕事をしてほしいなと思いますけども、いかがでしょうかね。では本日は以上です。